ベルをチンチン鳴らすキャラクター、チリリンを作ろう作業の基本は片付けながら作るそのためにはゴミを片付けるゴミ箱が必要ですキットの包装紙はゴミ箱になります作ってみましょう今回は瞬間接着剤を使います黄色いリングを取り外しノズルをねじ込んでいきます真ん中を持つと 接着剤が飛び出してしまいます。端を持ってねじ込みましょう。また、接着剤がテーブルにつくと大変なことになるので、包装紙のフィルムを下に敷いておきましょう。付属の紙ヤスリは板のバリを取るときに使いましょう。部品は箱の上に並べておきましょう。小さい部品はなくなりやすいので、箱の内側に入れておいてください。 ソレノイドは電気が流れると軸が直動します。部品 A にソレノイドを取り付けます。部品 A にはソレノイドの絵が描いています。この絵の通りにソレノイドを鍋ネジとドライバーを使って取り付けます。ソレノイドの軸を部品 C と D の穴に差し込み部品 B と接着します。ソレノイドの軸に接着剤が付くと 動かなくなるので注意しながら接着しましょうソレノイドが戻るためのゴムを引っ掛けます部品 A の切り込みに輪ゴムを通し部品 D の切れ込みにさらに引っ掛けますソレノイドのケーブルを部品 A の切り込みに通していきます手と足を作ります部品 F に E を接着します 部品 G に部部部品品品 J J を接着しししまます。J、は小さい部品なので注意しましょう。H に接着剤を塗り部品 G を貼り付けます。十分に乾いたことを確認したら金属のワッシャーをはめ込みます。部品 H に少しだけ接着剤を塗り部品 I を接着します。腕を振ってみてワッシャーが左右に動けば OK です。 動かない場合はワッシャーが接着されてますので動くようにしてください腕をソレノイドに固定しますソレノイドの黒い軸の方にワッシャーのある大きい手を接着します反対側に小さい手を接着します瞬間接着剤が固まるまで指で支えておきましょう部品 A に足を接着します体を支える部分なのでしっかり接着しましょう顔を取り付けます 正面から見て大きい手が左側に来る位置で顔のある部品 L を接着します。さらに部品 N、M を接着します。このとき、ソレノイドのケーブルが部品 M の切れ込みに通るようにしてください。本体の頭に部品 O を接着します。ベルを乗せて部品 P を差し込んで固定します。部品 P は接着しないでください。ハートを接着します。 モババイルバッテリーや USB 電源につなぎますスイッチボードのスイッチを押して頭を叩けば完成さらにきれいに仕上げたい方はニスを塗りましょう。ソレノイドの軸にニスがつくと動かなくなるので塗るときに注意しましょう。